敵本体にエネルギーシールドを確認、物理防御シールドを確認。報告、遠距離攻撃、近接攻撃ともに効果なし。どうすれば、どうすれば。本工場から大量のエネルギー供給を確認、推奨エネルギー供給源を破壊。ナイエス、今遭遇してる大型機械生命体が。大丈夫です、モニターしてました。工場の電力を落とします。お願い。システム掌握率 80%。 準備、あと少しです。ガイドマーカーに向かって進行。Yeah!
てやる。いやひどい目に遭いましたね。しかしあの廃工場の地下にあんな巨大空間があったとは。いつかまた調査しなくてはなりませんね。その時はトゥービーさんとまたご一緒できれば。断る。私はレジスタンスキャンプに行く。パスカルはどうする？私は自分の村に帰ります。村の雑用をしなくてはいけないので。そう。大丈夫？急に奴らがキャンプになだれ込んできて応戦したんだが銃が効かないんだ。敵個体からエネルギーシールドを確認。推奨近接物理攻撃。分かった。あなたは他のアンドロイドを退避させて。頼む。ありがとう、トゥービー。助かったよ。一体何が？わからない。奴ら急にこの拠点に攻め込んできて。何？キャンプの外から聞こえたぞ。
丈夫？いや、命中してよかった。あれは全部全部破壊してやる。この化け物を倒す。分かった。出てくるの。こんな風どうすれば。トゥービーさん、聞こえますか？トゥービーさん、私たちの村が。パスカル、聞こえる？クソ、ナインエスター、ネットワークにぶら下がっている機械生命体が全部暴走したらしく、村の入り口を封鎖しておる。ありがとうございます、助かりました。一体何があったんだ？ネットワークに接続されている全ての機械生命体が一斉に暴走したんです。おそらく全体を統括しているユニットが暴走したかと。イブって機械生命体だ。その統括しているユニットを破壊すれば全体の活動が停止するの。おそらく。ポット、イブの位置を特定できる？報告、位置はすでに特定、地図にポイント完了。私たちがイブを倒す。パスカルは村を守ってて。お気をつけて。兄ちゃん、これは広範囲に強制通信を撒き散らしているみたいです。おそらくこの強力な通信が敵の機械生命体を凶暴にさせているんだと思います。イブを探し出して破壊しましょう。了解。
ああ、来たのか。お前たちも思うだろう。こんな世界、意味がないって。俺にとっては、兄ちゃんが、兄ちゃんだけが、全部、消えてなくなる。周りの奴らのエネルギー捨てるのか。このままじゃ拉致が開かない。イブにハッキングして停止させてみる。トゥビー援護して。了解。ハッキング。個体のネットワーク機能切断を確認。イブは返しちゃった。イブのネットワーク分離時に物理汚染されちゃったみたい。そんな。大丈夫。バンカーにあるデータで巻き戻ることはできるから。でもそれじゃ今の君は戻ってこない。そうだね。汚染データをバンカーにアップロードするわけにもいかないから。ナインイエス。
てるのか。データ信号が共鳴し合って、生命体側に残していたみたいで、何か気づいたら周囲のネットワークの上で自我が再形成されたんだ。こうやって複数の自我が統合されていくのは貴重な体験だから記録しておきたいんだけど、まだ保存領域へのアクセスができてなくて、とりあえずこの辺りにある敵のメモリーに多重化して保存しておいた後に僕が自分のボディに戻った時に。よかった。機械生命体と私たちアンドロイドを分かつものは何だろうか。意志と感情を持つに至ったロボットたち、彼らが死の間際に振り絞る最後の叫びが、今もまだ私の中に残っている。